こんにちは。こんにちは。今回は、はい、むつかけします。おお。やりたかった。やりたかったね。初めて。むつかけっていうのは、むつごろを引きかける。そのためには、干潮、土干潮じゃないとダメです。はいはい、ああ、そういうことか。そうです。潮が引いた後に穴からむつごろさんがちょいちょいちょいっと出てきて、それをブスリと。はい、だから泥スキーに乗って泥の上をこう進んでいってでピュッて投げてプッて引っ掛けるってことやろ。そうで、まあちょっとネットとか見てたら、うん、その行ってまあ1匹取れたらいい方とか。そうなんだ。そんなむずいの。でも1匹取れたらそのなんか YouTuber さんたち見たら結構取ってる人もいて初めてる。へえ。だからまあこれは結構ほら竿を、ね、使ってるからね、うん、竿を使ったことない人がやるとむずいかもね。そういうことなるほどね、うんです。釣り吉三平で出るとやろ、ぶつかけて。ありますね。三平のお父さんがおったかもしれない、ね、そうっていうところやろ。伝説、伝説のそう素人なのにいっぱい引っ掛けたっていうそう、まあ、最初練習とかあるだろうし、はい、その様子も、はい、撮りましょう。はい、えいえい、おー、みなさんご機嫌いかがでしょうか。は世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。さあ着きました。はい、やりますか。旅旅に帰ってきて。いいね。まだ引いてない。まだ潮引いてないね。ね、練習とかしよったら引いていくじゃない。そうっすね。これこれ、いや、これや、これあれじゃない、わらすぼ。そうそうそう、これを見たっちゃ。あ、鍵ですね、鍵。あ、これわらすぼ取りじゃない。こっちかな。はい、うわ、おー、すごい。あー、ほんとだ、ちょっともう引いてるね。引き始めてる。おー、あれ、わらすぼなんだね。わらすぼ。こうやって俺らが住むのがあの竿で。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。僕も仕掛け作ってる。こんにちは。これが仕掛け竿。お、もう始まった始まった。それとこれが針、うん、それでなぜ竿が長いかというと、ムツゴロウは近くにいないから。はい、にまあ、とにかくムツゴロウは人の気配感じたらもう穴に潜ってしまうから、うん、とにかく動かないということね、はい、あの一番遠くに針が行った時に落とす、うん、あそこ。この練習よ。投げるコツとしては投げるんじゃなくって下に押さえる、うん、こう下に押さえる。なるほど。そしたら向こうに行きますので、はい、こっちの方が、うん、なるほど。さあ、よろしい。おお、もう釣り竿はね、もう日頃から。なるけんね。よろしい。こういうことやろ。そういうこと。砂の上に落とすよ。砂の上に。だったら針がもうたまらんから。砂の上に落とすよ。キャッチできる。それが刺さりそう。ね、なんか怖いよね。だけんしっかり投げんといて、うん、しっかり投げてやらんといかんとね。ほら、届かん。あとこれ取るときが怖い。確かに名人が投げたときシューって言ったね。すごい落としよったよ、うん、あ、置くだけの練習ですね、うん、いや、あったりします。なんかね、地面に投げたとき地面にぶつかりそうやって、あ、うんうん、するけど結構ぶつかるぐらいところに投げたら、なるほど。しかぶってるそれが思ったところに投げれたらね、いいね。あ、キムちょっとなんかごまかした。あ、こだまさん減った。見えんけん俺が伝えていく。あ、キム今上手、めっちゃ上手。普通はね、立ってやらないから、はいはい、膝をついて。あ、それもやってみたい。膝ついてやってみて。うわ、こうなるとまたね。そうね、地面に当たりそうで難しいね。右足でついていく。お、上手、上手、上手、めっちゃ上手。どういう顔。それ聞き手と逆難しそう、逆に。おお、キムも上手。
あ、むつ置いてくれたやん。おむつだ。それは面白いぞ。おむつだ。狙って、一番左行きます。本当に、はい、あ、惜しい。ダメです。ダメです。一番右。はい、はい、ダメでした。あ、ダメやった。これ難しいぞ。さあ、次、こだまさん。お、こだまさん。あ、惜しい。次、キム。横に上げって感じか。お、キム、いいよ。うわあ、ダメー。じゃ、そんな簡単じゃないよ。できないよ、ならんと。一度か二度で行くたぐらいで釣れるもん。あ、釣れるもんかって。あ、あれじゃない？見つけた。ね、今動いてたよ。嘘。これかな。あ、いた。あ、いた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 。うん。あ、右下にもちっちゃいのがいる。うんうん、川の横やろ、うんうん、あ、左にもちっちゃいのがいる。あ、上にもいる。え、めちゃくちゃいるね。ほらほらほら見て。あ、なんかヒレ立てた。あ、すごい。あ、手前にもいる。じゃあ、はーい、はーい、じゃあ3人勝負ですね。あ、3人勝負ね。よし、じゃあ健闘を祈ります。教えてね。出発。あ、いる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 。あ、いるよ。うん、これ届くのかな、こっから。確かに逃げるね。あれ違うとかな。惜しい。惜しかった。惜しかったでございます。おえー、面白い。これレースしたらいいんじゃない。ガタレース、ガタレース、ガタリース。はいや、やったろうかね。で、見たらもうおらんやった。いや、いる。行きまーす。あたし、レース、うわ、1メートルぐらい届かんやった。シュー、届きそうかこれ。ああ、届くね。おお、かけた。ナイス。いい。最初の1匹ゲットしましたよ。メツゴロゲットです。コロナ限り。バカなブツゴロいないかな。ちょっと前に行って、よし、ここからなら届くでしょう。あー、潜っちゃった。へー、よっ。うわー、ええ、なんかすごいな、ちっちゃいの取れた。なんかすごいちっちゃいの取れた。なんでこれ、ハゼ。おい、一応入れとこ。やった、取れた、取れた、やっほい。へへへへ、ピギーめいった。なるほどね。取れた。あ、逃げた逃げた逃げた、逃げないで。うわ、逃げた。一匹。うん。くそ、今逃げた。あ、いるいるいる。いる？あ、もう逃げた。わ、でかいね、ムツゴロウ。いる。
あーバレた。一回かけたけど、もっと勢いよくなんだ。くそー、一瞬かかったよ俺。投げる前に逃げられてほとんど投げてない。だいぶ遠いやつ狙ってます。そうなんだ、全然難しいね。難しいね。あー惜しい、くそ。あーまた惜しかったな。あーダメか。よっしゃー、バレた。バレた。うん、かかるのはかかる。もうちょっと思いっきりやっていい感じですな。あ、でかいのベル。あ、いや、でかいば。餌に夢中や。よっしゃー、2匹目取れたー。レブ、よし、2匹。これ針が落ちても逃げんのね。あんまり人の姿で逃げる。よいしょよいしょ。なるべく低重心で隠れながら。おっしゃー、3匹目。これ意外に手で捕まえれるんじゃないのかな、逃げたの。取れた？ OK、ナイス。おっしゃー、4匹。最大距離で一直線になった時にかけたらかかりやすいと。OK、5匹目。宣言通り。6匹目。あいつにしよう。お、あれいいやん、あれいいやん。めっちゃおる、ここらへん。おっと、スキョウやん。で、こう立ち上がったら逃げるんだよ、いつも。あー、逃げた。あ、行った、やっと取れた。逃げた。最悪、目の前に落ちた。マジかよ。進まんよね。お、あそこに、あそこに無防備なやつ発見してしもた。進め。いた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 。あれ届くやろ、あれ届くやろ。届いた、お願い。よっしゃ、引っかかった。やったやった、やっとバレンで取れた。嬉しい、やっと1匹目。やば、むずすぎるやろ、むずかけ。だいぶ遠いやつだね、かけるなら。お、岩原さんゲット。ナイス。おっしゃー、7匹目。取れそう。オッケー、8匹目。
時計が全部埋まっとる。今何時って。よいしょ。こいつ見えるやつ3時15分。おー、ちっちゃいのが取れた。9。ケイ取った。えい。難しかったね。見た見た。えぐいで。量がえぐい。どうやった？明日は絶対切る。小玉さんすごいよ。GoPro のあドローンの時かけた。あマジ？うん。小玉さん多分11人ぐらい撮ってる。そう。もうね完敗ですわ。俺一匹。俺も一匹。しかも最後やっと。もう進まねえ。すごい。小玉さん見てくるわ。上手。やっぱね野生自媒。ああ、ちょっと名人が取った量見ていいですか。あれどこ行った？あ、そうか。青いカゴ。うわあ、気持ち悪い。うん、すげえ。うお。なんか戻ってくるのも早い。小玉さん何匹取れた？9か10。おお。すげえ。これ初心者ではすごいですか？すごい。おお、すごいって。平均どくらいですか？平均だいたい。普通はもう1、2匹釣れただけでもすごいと思いますよ。この人おかしい。この人マジですごいね。小玉さんマジですごい。やっぱあなたはすごい。でもね、名人のエグいやつを釣ってあ、でもすごい。やっぱちっちゃいのね。でっかいのもいるやん。え、 10? 10? あのちっちゃいのも含めたら10かな。1、2、2あれもムチゴロウ3、4、5、6、わかんないね。飛びはぜかもね。9かな。9! あれ好きじゃない？よっしゃ。はい。お、小玉さんのでかいの撮ってるね。俺もね、選んででかいの。マジで？でかいわ。ん？あれはもういいな。こんくらいやったらいいかな。どう思う？何にする？天ぷらしたらどうなんだ？どうやって食べるのが美味しいんですか？刺身もいけるってよ。僕は個人的には一夜干しですね。内臓だけ取って、一日おい、塩入れて、一日置いとって、それでトーストで炙って食べるんですよ。はい、それやろ。もう完全に酒の魚です。それやろ。それやろ。でも刺身もちょっと今日一気にやっちゃって。じゃあ持って帰りますか。これでいい？まあいいね。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。よし、じゃあ帰りましょう。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。